クロークさんテンション高いね。はい、どうもギワチンです。はい、今回はですね、遊戯王モンスターカプセルをやっていきたいと思います。今回は4階のダークマスターに挑戦してみたいと思います。はい、すでにね14枚入れてましたので1枚で動きます。はい、動き出しましたね。4階は誰だ、さあ誰だ、行け急げ、はは。お、このソバージュヘアは小野正俊か。お、あれまさか、ふふ。どうしたの遊戯、ポカンと口を開けて。もしかしてマイさんが4階のダークマスターなの。ふふ、私はあんたのことが忘れられなくてこの大会に参加したのよ。え、それはどうも。遊戯、そんな女にデレデレしないの、いいねこのやりとり。あ、アンズ、そうだマイさん、アンズの人形を返してよ。ふふ、おちゃらけはここまでよ。アンズの人形を返してほしければ私と本気でバトルしなさい遊戯。そんな、私がねこんな嫌な役目を引き受けたのは本気のあんたとバトルするためなのよ。一人のデュエリストとしてね戦いなさい遊戯。おおー、なんかこれは、あ、そうか、わかったぜクジャクマイ、俺は全力でお前を倒すぜ、バトルスタートだ。なんでフルネームなんだろう、福山雅治みたいな。よしよし、今回はめちゃくちゃ長くなりそうですよね。2回に分けるか迷ってるんですよね。前回がめちゃくちゃ長かったな。お、荒野かな、また、あ、恐竜？ダイナソーは前回倒しましたけどね。なんか今日イントネーションおかしいな。ダイナソーね。前回めちゃくちゃ長かったんで40分ぐらいになってね、申し訳なかったんですが、どうしようか迷ってます。今回もね、多分長いと思うんですよね。モンカプは。一回一回がね。お！広いね！うわー、長くなりそう。今回も。はい。僕は楽しいんですけどね。やっぱ長くなるとね。どうし、お、遊戯、あなたはモンスターワールドの冒険者よ。モンスターを引き連れてあてもない旅をしているわ。テンプレね、冒険者は遥か北方の世界の階段と言われる、険しいゴルゴン連邦の山脈地帯に踏み込んでいく。あたりに人の気配はなく、厳しい山道に倒れた冒険者の屍を漁る。腹をすかせた怪鳥の鳴き声だけが不気味にこだましている。はい。あ、勝手に進んでいく。あ、なんか死んでる。死んではないけど、倒れてる。道端に一人の若者子が倒れてる。はい。ん？誰かそこにいるのか？私の名前はタオ。私はもうダメだ。旅の人よ、お願いがある。この卵を頼む。立派に育て上げてくれ。伝説のドラゴンに。そして村を救ってくれ。そう言い残すと若者は反転模様の小さな卵を冒険者に託してそのまま息を引き取った。え？死んじゃったの？初っ端からクライマックス。あー、なんか、あ、来た来た、ハーピーレディかなこれは。ち、こいつこんなところにくだばってるわ。散々に決まってくれたわね。ん、なんだよ、あんたもこいつの仲間なのかい。おほほほほ、お前も同じ目に合わせてやるわ。おほほほほって言いにくい。あ、もうせっさで。すでに廃止したもの。お、これがね、僕の、あ、ちょっと違うね。今のね、レギュラー陣。これ、暗黒騎士ガイア、レベル24。出しましたよ。そして、バロックス、レベル25。そしてね、本当は炎の剣士なんですが、カタパルト20ね。そして、これ、グレートモス3、レベル4。3までしましたよ。じゃあ、まずはね、カタパルトさん。じゃあ、バロックスで。バロックスさんのね、攻撃力はね、半端ないんですよ。うん。かなり食らうでしょ。はい。かなり強くなりすぎたのかなとも思うんですけど、今後ね、インフレが起こるらしいので、これぐらいにしとかないとね。よしよし。よしよし。はい。まあ、この辺は蹴散らしときましょう、軽く。はい。あとでね、攻撃範囲をお見せしたいと思います。はい。倒しました。はい。はい。あ、レベル上がった。26。相当強くなったね。その卵は絶対に、帰らせないわよ。覚えてらっしゃい。ハーピーレディとクジャクマイと同じ口調だね。ふふ、冒険者は何かにいざこざに巻き込まれてしまったよね。一体この卵は何なのか、何が生まれるのか、この先どうなるかわからないまま冒険者は生き倒れの若者の願いを聞き入れ、卵を無事に返し立派に成長させてあげなくてはいけない。それが今回の冒険の目的よ。なるほど。この卵を返すってこと？本当に死んじゃったのか。おい、聞こえるか。俺だよ、俺。どこからともなく声が聞こえてくる。ん？お。俺は、お前の目の前の卵だよ、卵。
じゃあ、とりあえず、この山道の先に、ライジングクリフに向かってくれ。そこに朝日の昇る崖があるはずなんだ。俺をそこへ運んでくれ。卵って、ビーダマンじゃないんだから。ちょっと待って待って。あ、こっちか。これか、ライジングクリフ。ライジングクリフに着いた。10歩に30。10歩歩くことに30。これが本当にきついんですよね、おなじみ恒例。これね、一回もね、当たりたくない。頼む。あー、ダウト。まあ、一回はね、どんなモンスターかお見せしときます。はい。まあ、こんな感じですね。あれなんだろう。なんだっけあれ。え？なんだあれ。牛魔人じゃないか。ダイナソーウィングはわかるんだけど。なんだろうあれ。ちょっと待って。まあ、よっぽどのことがない限りね、もうやられることはないんですよね。一番怖いのはファンブルっていうね、自分自身っていうね。一番のライバルは自分自身ですね。はい。マウンテンウォリアか。なるほど。はい。余裕ですね。そうなんですよね。経験値もね、3ポイントしかもらえないと。モンスターなんですけど、あ、陣形入れ替えとくか。範囲なんですが、炎の剣士はこれで、バロックス、技進化させたので、かなり強いですね、これ。そして暗黒騎士ガイアが、これ、えぐくないですか。うん。竜騎士にしたいんですよね、早く。そしてグレートモスが、こんな感じ。うん。早く、S にしたいです。はい。どこ行きゃいいんだろう。これなんだ？ディフェンスカプセル。カプセルあんま使ってないんですよね。結構持ってるんですよね。なんかそういうのってもったいなくて使えない派なんですよね。あ、こっちだ、こっちだ。お願い、頼む。ああ、遊戯王のね、セカンドウェブが発売されましたよね。されましたってか、今日か。どうしようか迷ってるんですよね、買うか。ブラックマジシャンのホールがあるかっていうね、話があって。なかったらね、購入は絶対しなかったんですけれども、ここに来て初期陣をこう、お、よし、ここだ、ここが朝日の昇る崖なんだ。俺をそこの一つだけ離れている岩に相当置いてくれ。相当だぞ。押すなよ、絶対。お、東の方向、双子岩に立ち、朝日露を通し、新しき光に照らされし者。深き封印より解き放たれる、ここの地方の古い言い伝えらしい。さあ、光よ、俺を照らせ。これで俺は復活することができるんだ。やっほー。ご機嫌だね。あ、また来た。ほほほほほ。残念だけど、お前は永遠に元に戻ることはできないわ。ここで終わりよ。まだお前らかい。一体何者なんだ。なぜ俺を付け狙う。うるさい、そこの坊やともども闇に葬ってくれるわ。いやー、またか。この音楽は好きなんだからいいんだけど、せっかくだから、まあいいや、でもここはバロックスで。攻撃範囲とね、攻撃力がすごいんだよね。よしよし。よしよし。よしよし。そんなところ逃げないで。逃げちゃ嫌よ。よしよし。よし。あ、グレートモス3。あ、レベル5。オッケー。25かな次。クソ人間目が邪魔をしよって、一体何者。は、しまった。ん？どういうこと？あ、帰る帰る。卵。ワイのビーダーシーや。来た来た来た。すごいすごい。なんだこれ。ピースケ？ピースケ？ああ、なにこれ。卵の中から小さなベビードラゴンが出てきた。ベビードラゴン。ワイワイパニックの、あ、やった。ついに卵から外に出られたぞ。イエイ、百歩万歳、畜生。やったぜ。すごい感情が。うん、やっぱり外の空気はいいぜ。シャバか。おのれ、卵が帰ってしまった。報告しなければ、ベビードラゴン必ず貴様を葬り去ってやるわ。これ、ベビードラゴン？ヨッシーじゃないよね。俺をここまで持ってきてくれて、礼を言うよ。実は俺は呪われし竜、カースオブドラゴンに呪いをかけられて、
千年もの間で卵の姿にされていたんだ。今は子供のドラゴンだけど、カーストブドラゴンから呪いを解けば元の姿に戻れるはずなんだ。俺はどうしても元に戻りたい。戻らなくてはいけない。ところでお前は強いモンスターを連れてるな。びっくりしたぜ。道中さっきの奴らのようにモンスターが襲ってくるかもしれん。強い味方が必要なんだ。そこで頼む。俺にかかった呪いを解くのを手伝ってくれないか。めんどくさいって言いたいけど、ここはね、手伝いましょう。サンキュー。そういえばまだ名前聞いてなかったな。そうか、遊戯っていうのか。遊戯よろしくな。俺のことはそうだな。なんて呼ぶ。ベビードラゴン、ベビー。プリティベビー。じゃあね、これでせっかくなんで、プリティベビー。それは勘弁してくれ。ちょい。おい。ハマかけるなよ。え、じゃあベビーで。む、俺はこう見ても大人なんだぞ。まあいっか。じゃあベビーでいいんだ。はい。はい、カオスマウンテン。あ、一緒に行くんだ、こうやって。戦えるのかな？いいね、なんか。ドラクエみたいで。おー。ベビーといえばね、ドラゴンボール GT を思い出しますね。はいはい。あー。早くりだ、早くり。よしよし。急げ。頼む。よし。こっちかな？ここ行くのかな？はい。山の愛の小屋。え？どうだ、見てくれ。この頑丈な家を、この新しく建てた家なら何が起こっても大丈夫だ。わはは。地震でも火山の噴火でも何でも来いってた。ん？私たちは、夫婦は村からここを引っ越してきました。あのマヤの村はもうじき火山の噴火で飲み込まれてしまうんです。マヤの村はこの先の崖を降りたところあります。ん？あ、なんか撮りたいね、あれ。どういうこと？あ、こっちか。はい、スティーブステップについた。ここでは10歩で 40% ね。高くなってんじゃねえかよ。いやー、ちょっと待って。はい、レベル上がりました。25。いいですね。あと5で竜騎士ガイア。ん？わー！これね、いくらレベル上がっても、お、なんかある。大きな岩がある。どうする？何もしてみない。あ、手動だ。左に押すと。はい。え、なんこれ。え、ちょっと待って。怖っ。ちょっとどういうことだ？お、なんかね、ハマってますね。これを倒したことによって今、あれなのかな？進めたの？ふい！あとね、いくらレベル上げてもね、やっぱファンブルだけはきついですね。キャー、助けて。なんだこりゃ。あ、アンズ。しっかり捕まるよ。よいしょっと。遊戯の言葉からよいしょっとっていう言葉が聞けるとはね。口からね。はい。なにこれ。ふう。危なかったか、アンズ。大丈夫か。わーん、遊戯怖かったよ。かわいい。でも私、遊戯にこれ渡したくて。進化カプセル。おー、ありがとう。このカプセルを取ろうとして崖から落ちそうになったのか。無茶をするなよ。ごめんね。でも遊戯は強くなったよね。昔は私の方がいじめられていた遊戯を助けていたのに。君はもうあの頃の弱虫なんかじゃないんだね。頑張って遊戯。ああ、サンキューアンズ、頑張るで。はい、ありがとうアンズ。時々道に大きな岩が落ちてるでしょ。岩を落として地面の穴を塞げばいけなかった道を取るみたい。岩を押す方向によって岩が落ちるところが違うから気をつけて。はあ、なるほど。あ、アンズ置いてけぼりかよ。何あれ？あ、なんかあるね、あれ。あ、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 え、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 ちょっと待って、待って。どういうこと？あ、さっき倒したやつか、あれ。自分が倒したやつだ。忘れてた、忘れてた。こっちこっちか。あ、ん？どういうことだろう。ほうほう。あ、なんかある。これを。待って、あ、あ、そう。はい。あ、あ、あ、待って、あ、こっち、え、勝手に押してる。押しました。はい。はいはい。ああ、もう、ちょっと待って、どこ行ったんだろう、今の岩。お、あるある。待って。これは、こっちから、押すと。はい。よし、これで。よし。あ、あ、あ、お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 
お、これで進めるようになってる。よし。おーし。はい、レベル上がりました。27。相当強くなりましたね。OK。そうすると、ここで、ここはね、ちょっと申し訳ないんですけど、ここだけはね、ちょっと攻略サイトね、拝見させていただきました。ありがとうございます。技カプセル、進化、そして技。イエーイ、クリティカル出現。よし、戻りましょう。これ逆にね、99とか出たらね、なんかご褒美欲しいよね。ノーリスクハイリターンだからな、これ。じゃあ、ハイリスクノーリターンか。よし、ここ来たら、あったあった、なんか。あれだ、あの大きな火山が俺たちの目指しているカースマウンテンだ。上のやつね。さあ、行こうぜ、ユキ。町のことじゃなかったんだ。はい。山あいの村、マヤに着いた。はい。こいつから喋ろうか。女の子。ここは、マヤの村よ。珍しいわ。よその人がこんな山奥の村にやってくるなんて。なんか村っていいよね。なんか村に行ってみたいな。壺が置いてある。何もない。何もない。カースマウンテンよ。もうじき火山が噴火するんですって、早く逃げなきゃ。悠長なことを言ってますな。はい。何もない。はいはい。俺は伝説を信じる。きっと伝説のドラゴンが火山の噴火を止めて村を救ってくれるさ。もし火山が噴火して溶岩が押し寄せてくる。そしたら村はなくなってしまう。もう村人は半分がこの村を見捨てて出てってしまった。旅の人よ、あなたも早くここから去った方がいい。なるほどね。なんか旅の人って一度は言ってもらいたいよね。あ、ベイビードラゴンだ。かわいい。はい。あ、てんてんてん。やっぱ、あんまり嬉しくないんだよね。テーブルだ。よく綺麗に拭いてある。あ、HP カプセル。ありがとう。村には伝説のドラゴンが封じ込められたという卵があります。村を火山の噴火から守るには伝説のドラゴンを復活させるしかありません。ドラゴンの封印を解くという伝説の場所へ、村の若者タオが卵を持って行きましたが、10日前旅立ったまま、未だに戻ってこないのです。もしは山のモンスターに襲われたのかと思うと心配で。なんと、タオがあなたに卵を託して生き絶えただと。はい。はい。おう、その小さなドラゴンが伝説のドラゴン。しかしその小さな、姿では迫り来る溶岩を防ぐことは到底できない。なんとかこのベビードラゴンにかけられた呪いを解いて、元の大きなドラゴンに戻れば火山の噴火から村を守ることができるはず。お願いです。旅の人よ、伝説のドラゴンの呪いを解き、村を救ってください。いや、やけにね、タオが死んだことに対してあっさりでしたよね。もうちょっと触れてあげて、悲しんであげて、そして。あ、おばあさん。私は火山が噴火したってここを離れないよ。この村が好きなんだ。村を、と運命を共にするよ。いいですね。なんか映画みたいな話だよね。すごいストーリーがしっかりしてる。はい。火山の竹陸時代、西の空より古きドラゴン現れる。その大きな羽より吹く風は火山より迫り来る溶岩を吹き飛ばしたという。この村に古くから伝わる伝説よ。もうひらがな呼びづらい。ゲシュタルト崩壊しそう。昔、うちの隣に、時の町土と、変わったやつが住んでいた。何でも時代を遡ることができたというか。なるほどね。だ時の町土の力を使って、このベビードラゴンをね、千年ドラゴンに、千年竜にするんだ。千年竜王に。この上の道を登っていくと、カワスマテンがあるけど、火山活動が始まってきたので、ここは通行止めになってるんだ。通行止め？どういうことだろう。私の先祖はヒロという、絵描きだったが、先祖の残した絵になぜかあなたとそのドラゴンにそっくりな絵があるんだ。偶然だろうけどね。なるほど。だから昔時を超えて寝相が悪くてうっかり壁を壊してしまった絵。壁、ここだけ壁が少し脆くなっている。叩きましょう。壁に穴が開いた。秘密の伊賀忍者。はい、上こっそりと。はい、行きましょう。カオスマウンテンに着いた。ここでは八歩。もうどんどん出やすくなってんじゃん。あ、俺は千年前大きなドラゴンだった頃、村の飲み込もうとしていた火山を噴火を止めたんだ。でも俺がせき止めた溶岩は悪名高いカーソブドラゴンの住処まで及んだ。
怒ったやつはお礼に呪いをかけて卵の姿に閉じ込めた。そして千年もの間卵に閉じ込められたままで時が流れたってわけだ。なるほど。マラを助けたおかげでひどい目にあった今回の噴火なんて俺にはどうでもいいんだけどさ、なんとか呪いを解いてこの小さくて不便な体から元の姿に戻りたいんだ。なるほど。なんかいいね、カーサボドラゴンとこうなんかベビードラゴンの因縁があるみたいな、そういうのもなんかちゃんとしてるよねストーリー。あ、いた、なんかおじさん。この山は呪われし竜カーサボドラゴンが住んでるというカースマウンテンじゃ。その小さなドラゴンにはカーサボドラゴンの呪いがかかっておるな。そのため本来の力を発揮できぬようじゃ。呪いを解きたいか、ならばこの呪い封じの杭を持っていくかよ。呪い封じの杭を手に入れた。呪いをかけたカーソブドラゴンを倒し、その杭でとどめを刺せば、その小さなドラゴンにかかった呪いは解けるじゃろうて。なるほど。サンキュー。んー、どうだろう、どっちだ、こっちかな。なるほどね、なんかすごいストーリーがしっかりしてますね。うん、あ、あう。オッケー、なんだろう、なんだろう。お、SP カプセル。ありがとう。サンキュー。ちなみに原作では、ベビードラゴンが100年の時をかけてサウザンドラゴンになったっていう説明なんですよね。でも100年で千年ドラゴンっておかしいじゃないですか、サウザンドラゴンって。でもこのゲームではちゃんと千年って訂正されてますよね。でもあれもね、10歳のベビードラゴンに100年かけるっていうね、100をかけるっていうね、意味もあるとかないとか。よしよし。あ、こっちかな。こういうの地味に腹立つんだよね。上かな。まっすぐ行きましょう。どっちか言ったらカプセルあるんだろうけど、もういらない。はい。あ、溶岩、マグマ。マグマだよ。来た来た。ピー。おう、おう、おう。よしよし。はい。あ、あ、あ、なんかいる。ちょ、待って待って。これデビルドラゴン？デビルドラゴン。なんだよ、お前らは。ここは予想者の来るところじゃないぜ。あ、もしかして、お前はデビルじゃないか。やっぱりそうだね。俺だよ、俺。いや、久しぶりだな。元気か。なんだこのベビードラゴンは生意気なガキだな。ベビビーって言うな。俺は本当はベビードラゴンじゃないんだ。何言ってんのかわかんねえが、大体ベビーちゃんよ、お前は勘違いしてるぜ。デビールは俺のじいさんだ。お前じいさんの知り合いか。じいさんはとっくの昔に病気で死んでしまったぜ。な、何？そうか、俺が卵に封印されている間に膨大な時間が流れている。いくらドラゴン族が長生きでも俺の時代に生きていた奴らはもう死んでしまったというのか。まさかあいつはこの山の主だったカーソブドラゴンはどうした？ああ、カーソブドラゴンなら俺のじいさんの時代にこれまた病気でとっくに死んでしまったって聞いたぜ。なんてこった、生きてるうちにカーソブドラゴンを倒して呪いを封じなければ俺にかかったやつの呪いは消えない。もう元に戻れないのか。何？何の用途か知らないが、ここはカーソブドラゴンは死にないぜ。え、どういうこと？あ、戦えないのか。どういうことだろう。ちょっと待って待って待って。ん？どうしろって言うんだ？お、炎の剣士レベル上がりました。29、あと1つで。30ですね。お、HP カプセル。あっちもあんのか。まあもういらないかな、別に。結構持ってるんですよね、使わずに。やっぱ貧乏症なのかな。まあ使わずにそれを残しとくタイプなんですけど。よし。じゃあ一回戻った方がいいのかな。ワープしますか。ワープ。やっぱ仙人は長生きするのかな。あ、この人この人。なんとすでにカーソブドラゴンは死んでいたのか。それでは呪いを解くことは無理じゃ。呪いはカーソブドラゴンが生きているうちに封じなければ消えることはない。しかしそんなことは時代に遡りしなければ到底無理じゃな。あー、ちょ待て、戻ってきました。はい、どうにもならなかったっていうことでこの人と話しても意味ないから、村長さんに事情を説明しますか。はい、どうしようどうしよう。あれ？村長さんいないよ。あれ？あれ？てか、ここ空いてる。あ、いや、え？あ、いえ、今、いなかったよね、村長さん。なんだ今のバグは。死んでしまったカーソドラゴンからもう伝説のドラゴンかけられたなら解けないと。いえ、まだ方法が全くなくなったわけではありません。時の魔術師をご存知ですか？彼は病気で死んでしまった息子を時の魔術師を使い生き返らせたと言います。時の魔術師で時間を遡り、呪いをかけられる前にカーソブドラゴンを倒せば、呪いをかけられた過去がなかったことになり、元の姿に戻れるかもしれません。しかし、時の魔術師は今どこにいるのやら。はぁ、ちょっと待って、ここ来よう。ちょっと待って、ね、ん？どうしたらいいんだろう。
時代の頃。え、時の魔術師がどこに行ったか。え、人里離れた西の山岳地帯の向こうに住んでるらしい。ここどうにかならないのかな。え、伝説のドラゴンの呪いを解くため時の魔術師を会いに行く。そういうことであればここをお取りください。でも十分にご注意を。あ、マジでありがとう。意外とあんなり警備ゆるゆるだな。セコもしてないね。あ、こっちか。はい。西の山岳地帯に着いた。これは八方で30。うわー、もうこれはきつい。これはきつい。やばい。うわー、一回もね、出現しなかったら、もう、10枚のパック購入します。はは。あー、よかった。よしよし。道は一本しかないから、迷わず楽に進む。あ、え、なんかいるいる。ちょっと待って待って。いるいる。本田くん？ここは世界で最も古き場所。そびえ立つその険しい山々は時の流れに背を向け、幾千もの前からその姿を変えずに今も佇んでいる。あー、風化してないとこか。え、それだけ？っていうか、なんかアイテムくれよ。え、え、ちょっと待って、こっちでいいのかな。え、ちょっと待って。怖っ。待って。こっちにあんかな。あ、岩だ。ちょっと待って。これだけちょっとね、調べさせてください。右に倒せばいいんだって。これ倒しておけば、後にいいことが起こるっぽいので、はい。ありがとうございます。攻略サイト様、ありがとうございます。参考にさせていただいております。おい。よし。そして上に行きますか。はい。で、なんか動かない。あ、地震だ。山の上の方から何かが転がり落ちてくる。はい。危ない。あれ？何？ホーリードール。やばい。タイムマジック、東京止まれ。何あれ？何これ？あ、ほんと止まってる。すっげえ。こんな技欲しい。時を回れ。うわ、ここら辺は人の入り込むようなところではない。そうそう、に立ち去るがよい。あれ、あれが時の魔術師かな。ちょっと待って、そんな恥ずかしがらずに出ておいで。長い旅がいつになったら。ちょっと待って、いける。よし、はいはい、はい、来た。崖の上の森、ポニョ。10歩で 40% 下がったね。強いのかな、モンスターが。ということは。ちょっと待って、怖い。どこ行けばいいんだ。どんなモンスターなんだろう。あ、変わった。なんか弱っちいのに変わってるよ、モンスター。懐かしいよね、これ。ん？あれ？あ、くそ。騙しやがったな。こういうのやめて、ほんと。くそ。こっちか。あ。ビュー。ここには眺めがいい。特にカオスマウンテンがよく見えるんだ。俺のベストプレイサー。なんじゃそら。無駄な時を過ごしたね、ほんと。あ。はい。あ、これ時の魔術師か、やっぱり。やはり来たのか。だが私たちはあなたがここに来ることは分かっていたのだ。私は時の魔術師、過去も未来も見通すことができる。だからあなたたちが何を望んでいるかも分かる。大昔に戻ってドラゴンの呪いを解きたいのだろう。だがその願いは聞けない。そもそも時を操るのは世界のバランスを崩すことになりかねん。だから私は人間との関わりを断ち、時の魔術を封印することにしたのだ。なるほど。それが分かったら早々に立ち去るがよい。封印した、ちょっと待って。このままカオスマンデンが噴火したら村はどうなる。同じ人間同士だろ。あの村がどうなってもいいっていうのか。おう、火山が噴火すると止めるは、俺が元の姿に戻るしか方法はないんだ。無駄だ。所詮時を操ったとしても運命は変わらない。変えられないのだ。世界のバランスを崩すだけだ。重いね、言葉が。はあ、僕は先生の息子かって、いいえ、力は先生の弟子のテントと言います。デント。以前は先生に習った時の魔術を使用していましたが、先生が時の魔術を封印してから今は先生の身の回りのお世話をしてます。
デントよ、泉へ行って水を汲んできてはくれないか。はい、わかりました。あ、はい。あ、はいって感じかな。うん。なるほど。ベビードラゴンめっちゃいいやつじゃん。やっぱりなんかなんだかんだ言ってるけど、どうでもいいとか言ってたけど、やっぱ気になってんだね。ここでは、もういいよ。え？さっきはつい熱くなったけど、別に俺は村なんてどうやっても関係ないんだぞ。俺が元の姿に戻る際はいいんだからな。ほんとだぞ。ツンデレだね。いいやつだね。なんか好きになりそうだ、ベビードラゴン。そこかな、湖っていうのは。あ、デント。デント。おやさっきの方々ですね。先生はなかなか頑固者だから、さぞかしお困りでしょう。でも先生をそっとしておいてください。先生が時の魔法を使わないのわけがあるのです。先生の息子さんが一度は病気で亡くなりましたが、先生は時の魔術で学校に戻り、息子さんが病気になる前に、薬を与え病気を治し、息子さんを蘇らせることができました。しかし、皮肉なことに、それからすぐ息子さんを誤って崖から落ちて亡くなったのです。定められた運命は変えることはできない。先生は言いました。いくら自然の摂理をねじ曲げて、現実を変えようとしても、所詮無駄なあがきなのだと。そして先生は弟子の僕とここに引きこもり、時の魔術を封印することにしたのですと。なるほどね。それから僕は先生の息子さんの代わりのつもりで、お世話させてもらっているわけですと。うんうん。あれ、もうこんな時間出されて僕はそろそろ家に戻りま。あ、え？ヒーホー助けやばい。またお前らかい。本当にしつこいな。しつこい奴は嫌われるんだぞ。一体、何のつもりだ？その子を話せ。うるさいわね。別にあんたなんかに好かれたくないわよ。お前がくたばるまで地獄の果てまで追いかけてやるわ。ほう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 。で、デント。先生助けてください。は。え？あ、助けて、助けて。やばい、助けて。お父さん助けて。お父さん？あ、なるほど。今、時の魔術師。重なったね、思い出が。ベビー、あんたには死んでもらうよ。ここのガキを助けなければね。畜生、汚ねえぞ。ああ、う、おほほほ、いい君だ。やばい。卑怯だぞ、こいつ。ぐ、さて、そろそろくたばったかしら。じゃあもうこのガキはいらないわね。え、マジ？で、デント！待って、今、鳥肌立った。感動したわ。え？やべえ。いい話だよ、これ。ゲ、あんたって不死身なの？そんなにボロボロになってんのに。俺は伝説のドラゴンだ。千年も生きてるんだ。そう簡単にくたばるかい。俺は舐めるな。ひぃー。やべえ、これ漫画にしようよ、ほんと。はい、いい話だわ、これ。はい、さっきデントに助けてと呼ばれたあの時、一瞬デントが死んだ息子と重なって見えた。息子を亡くした今はデントを実の息子のように思ってる。しかし、辛いことは自分や自分の身近な人とばかりにあるのではない。皆同じだ。私はベビーの戦う姿を見て勇気づけられたよ。希望を捨ててはいけない。私の息子を救ってくれ。ありがとう。今度私があなたたちの力になる番だ。え、マジ？ベビーにかかった呪いを解くのに千年前の時代に案内しよう。はい。いいです、もう。行きましょう。時の神は我らを千年の昔の時代へ誘いたまえ。タイムマジック。結構簡単だね。おー！すごいエフェクト。なんか昔のパワーミコンみたい。わー！なんじゃこれ。千年前か。ここが千年前の世界。まだカーソブドラゴンは生きてるはずだ。ベビーもカーソブドラゴンに呪いをかけられる前のように、私はここで待っている。カースマウンテンへ行くといい。ただ、注意してほしい。タイムマジックは膨大な魔法力を消費するので、いつまでもこの世界にいられない。時間来たら君たちは魔法で知らせるので、急いでここまで持って、え？マジか！ちょっと待って待って。ということは、めちゃくちゃ急いでいかないといけないってことか。こっちだこっちだ。はいはい、行きましょう。え、ああ、火山が噴火しようとしてる。あれは火山噴火してるぞ。わあわあわあ、ちょっと待って待って。やばい。ひえ。
わわわわわわ、マグマだ。どうなる？ちょっと待って待って。おお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 お、戻っていく。あの戻り方おかしいですよ、物理的に。ちょっと待って待って、すっぽり入ったよ。噴火が止まった。同じだ。昔村が溶岩で飲み込まれそうになった時と。そうか、千年前の俺が今ちょうどカードの噴火を食い止めたところなんだ。だとするとこの後だ。俺がカートブドラゴンの呪いをかけられて卵の姿に封印されてしまうのは、こうしてはおれん。急ごう。ちょっと待って待って待って、これね、早く行かないといけないんだよね。ちょっと待って待って、急ごう急ごう。なんかね、ここでもなんかもらえるらしいんだけど、ちょっとねそれ飛ばそうかもね。飛ばしましょう、もう。うん、まあ別にね、いらないです。はいはい、急ぎましょう、とにかく今は。よしよし。で、あ、村。ああ、すごい、千年前だ。よその人がこんな一緒だよね、言ってること。話しとこう、この村長も一応。あのドラゴンのおかげで助けてくれたと。じゃあ急ぎましょう、もう。オッケー、行くんだ行くんだ。ほんでほんで、よしよし。で、ちょっと待って。はいはい、はいはい。発砲で 40% ね。はい。遊戯、俺は思い出したよ。昔、俺はよくここら辺を散歩していた。ある日、山道に迷って倒れた村の人間を助けたことがあった。はじめ人間は怖がってたから、すぐに仲良くなった。俺は麓の村にも何度か訪れるようになり、人間と遊ぶようになっていた。人間たちは食べ物をくれたり、いろいろ親切してくれた。俺は村が好きだった。だから火山が噴火したとき、村が溶岩が流れていくのを必死で、食い止めたんだ。俺の大好きなものを壊されたくなかったんだ。けどそれから、俺はカーソブドラゴンのやつに恨みを買って卵にされたんだ。なんで俺がこんな目に遭うんだろう。閉じ込められた卵の中でそんなことを考えてた。長い間卵の中で過ごしているうちに、いつしか人間を嫌いになっていた。なるほどね。それはわからんではないよね。いや、千年って相当長いからね。はい。待って待って。ここじゃなかったっけ？あれ？ちょっと待って。変わってる？よし、変わってますね。地形が若干。あとね、若干やっぱ強くなってますね、あれ。モンスターが。ガーコイルパワードなんですけれども、結構ね、食らわせられます。お、オッケー。攻撃範囲も結構強いでしょ？はい。結構食らうんですよ。19ですよ。これはね、相当強い。OK。はい。本当にね、バロックス、このまま一生使うかな。使うんだったらもう結構、投資してもいいよね。HP カプセルとか。よし。よしよし。よしよし。はい。はい。レベル28バロックス。コツコツとね、やっぱ小さなことからコツコツとやっていきましょう。いいか、なんかあるね、あっちに。まあいいや。もし、あ、ここまで来た。マグマだろこれ。あ、ちぇま。もう、なかなか進ませてくれないね。これちょっとやっぱド S だよね、この作ってる人、ゲーム。このダイスの感じとかも。あ、来た！おぉ！かっこいい！カーソブドラゴン、貴様はよくもわしのねぐらを荒らしやがったな。貴様が溶岩を吹き飛ばしたおかげで、この辺のわしの住処が台無しだ。やべ。まあ待て、あのまま俺が溶岩を止めなかったら、村はなくなっていただろう。仕方なかったんだ。うわぁ、いいね。人間がどうなろうと知るか。そんなくだらないことで余計な真似をしやがって。イルさん、伸ばし棒がいいね。悔やがって、みたいな。うわ、溶岩を食い止めて体力を消耗したお前など相手にならんわ。住みか荒らされた腹いせにお前に呪いをかけてやる。永遠に卵の姿で過ごすがいいわ。クククこの野郎、カスオブドラゴンめ。待てい、
このドラゴンに呪いをかけさせるわけにはいかん。なんだって過去の俺だからな。俺はお前にかけられた呪いを解くためにお前を倒しに未来から来たんだ。覚悟しろ。何をわけのわからんことを邪魔する奴は許さん。お、いいね。よし。まあまあ、あ、カースオブドラゴンだ。一体だけ？カースオブドラゴンめ、貴様はな、将来、騎士にまたがれるっていう運命をね、辿るんだ。あ、よく考えたら、これ暗黒騎士とカースオブドラゴンじゃん。因縁だ。俺にまたがれろ。なんかいいね、これ時を超えた奇跡の共演ですね、夢の。うん、まあ、馬はかわいそうですね、放ってかれる。まさか千年後ね、そのこの騎士にね、名もなき騎士にねまたがれるとは思ってないよね。よしよし、さすがにでも強いね。27も食らっちゃった。いけ、よし、はいはい、よしよし。あ、レベル30炎の剣士。あ、レベル7、いいね。はい、倒しました。うわ、何あれ、えぐいんだけど。やった、ついにカースオブドラゴンを倒したぞ。これで呪いをかけられた過去がなくなった。あとは元の時代に戻れば、おのずと俺の体も元に戻るはずだ。ヤッホー、やったぜ。サンキュー、遊戯のおかげだ。じゃあ時の魔術のところ戻ろう。ちょっと話しかけよう。気を失ってるみたいだ。じきに目を覚ますだろうから、ほっとこうぜ。なんかいいねこれ。うん、ちょっとじゃあ行きましょう。ワープ。あ、聞こえるか、私だ、時の魔術だ。魔法で心に話しかけている。もう魔法力があまりない。急いで崖の上の森まで帰ってきてくれ。あ、いいね、ワープ。来た来た。はあ、よし、あ、間に合ったぞ。よくぞ無事に帰ってきてくれた。さあ、千年後の元の時代へ戻るとしよう。時の神よ、我らを千年後の元の時代へ誘いたまえ。タイムマジック。いいね、いいね。こっからどうするんだろう。戻って、戻ったら、戻ってるとこだ。はい。え？ん？あ、デビルドラゴン。え？何これ？何この、オチ。くくく、このわしがそう簡単にやられるものか。やべえ、何これ？うわ！定めは変えられないってこういうことか。うわ、クククク、え、マグマに突き落とした？あ、振り出しに戻ってる。何これ、カオスじゃん。いや、深いなこれ。いや、だからね、タイムパラドックス系のね、物語好きなんだよ。はあはあ、お帰りなさい先生。大丈夫ですか？さぞかしお疲れでしょう。お二人もご無事でよかったです。うまくいきましたか？千年前の呪いをかけられる前にカースを倒した。今わし、今わし過去から来たぞ。さあ、俺の体で元の姿で戻ってくれ。戻らないよ。なぜなら君、卵にされてしまってるからね。結局。全然戻ってないよ。はい。あれ、おかしい、元に戻らない。なんで、あれ、ちょっと待って、話そう。はあはあ、先生はタイムマジックで膨大な魔法力を使い果たしました。かなりお疲れなので、あ、すみません。え、ちょっと待って、もう一回村に戻るってこと？え、ここでは、え、もういいよいいよ、うるさいうるさい。あ、あ、あ、大変だ、俺すんげえもの見ちまった。いつものように景色を眺めてたらよ、カースマウンテンの方に世にも恐ろしいドラゴンが飛んでる見えたんだ。それはもう、ちびったで。カオスマウンテン。もう一回カオスマウンテン行くってこと？はい、じゃあ、はい、ワープしますか。カオスマウンテンまで、ワープ。はい、カオスマウンテン来ました。じゃあ、ここからもう一回、あ、もしかしたらカースオブドラゴンはまだこの時代に生きているのかもしれない。俺の勘だけど、あんたは勘が鋭いよ。このまま行きましょうか、上まで。じゃあ、とりあえず行きましょう、上に。そして倒せばいいのかな。でも倒したとしても結局未来は、過去は変えられない。いるかな、ちょっと待って待って。 OK、 お、カースオブドラゴンいないけど、こいつは、はい、なんだまたお前らかよ。言っただろ、ここにはカースオブドラゴンいないって。とっと帰りな。
もしそれが本当ならそこを通してもらおうか、デビル。だから俺はデビルじゃねえって、前にただデビルは俺のじいさんなんだって。前に来た時気づかなかったが、千年前に戻っていろいろなことを思い出したぜ。お前のその翼の傷、それは昔俺がデビルと戦ってできたもの。とぼけても裏だで、お前デビルだろ。あ、ちいそこまで覚えてるのはしょうがねえな。そうとも俺はデビルだ。俺はあるお方の力を得て今日まで生きながらていたのさ。ここを守るように言われてな。お前らここから生きては返さねえ。来た、総力戦だ。おほほほほ、もうお遊びはここまでだ。今度こそお前たちの息の根を止めてやるわ。お前たち仲間だったのか。一体俺たちはあるお方の、命令でお前が卵から帰り元のドラゴンに戻らないようにお前たちを監視し続け闇に葬り去るように言われたのさ。すべてはあのお方のお前の恨みを晴らすため、覚悟しろ。なるほど、繋がってきたね、話がよく出てきてるわ。まあいいやいいや、バロックスに任せます。はい、どれぐらい強いんだろうね。はい、一撃かよ。サコちゃんでした、口だけ番長。はい、じゃあハッピーレディさんも一撃で倒しましょう。はいはいはい、バンスドスリーだけ、よしよし。そっかそっか、いい話だね、なかなか。うん、シナリオがいい、作家さんいいね。で、よし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 、倒しました。はいはい、暗黒騎士ガイアレベル27、あと3で竜騎士ガイア。はい、バロックスレベル29、いいね。はい、倒したよ。あ、屍になってる。やはりここに気がついたようだな、久しぶりだ。わしが死んだとでも思ったか。くくわしは不死身だ、最初から死んでいなかったのだ。デビルのやつに力を与えたのもこのわしだ、お前を監視させるためにな。今度こそ邪魔させんぞ、千年前わしの楽しみを壊しよって。おーし、倒す。邪魔って火山のことか。まさかあの時千年前の火山の噴火をお前の仕業だったのか。そして今回もくくその通りだ。わしの住処を壊されたのもあるが、村を潰すといえば足の楽しみをお前に壊された。楽しみだって なんてこと。ふん、何を生きまいている。お前もドラゴンだろう。そもそも人間がどうなろうが我々の知ったことではないではないか。良いではないか。お前と一緒にすんな。お前なんかに村を、俺の大好きな村を潰させるもんか。言っちゃった、バカめ。血迷いよって、今度は邪魔させん。ここで村もお前らも全ておしまいだ。来ました。じゃあね、これ世代交代、あ、まあいいや、世代交代しません。もう、はい、バロックスで倒します。暗黒騎士で倒すのもいいんですけど、やっぱりリスクがちょっとでもある、避けたい。はい。はいはい。まあね、このカーサブドラゴンもね、将来はね、今攻撃しようとしている暗黒騎士ガイアの上の騎士の人にまたがれるんですよ。おー、さすがに強い。27か。ちょっと待って、どれぐらいなんだろうね。250、レベル17で250、相当だね。うん、いっけい。はい、ファンブルさえ避けたらいける。オーケー。うん、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。はい、うん、まあ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 、ちょっと待って待って、まあまあ大丈夫だと思うんだけど、暗黒騎士で攻撃するか。はい、 OK、 よしよし。これは因縁の対決でしたね今。はいはい、よしよし。オーガロックも地味に強いんですよ、一撃で確かに倒せないと思う。よしよし、これでまっすぐ進んでいきますか、倒しますか。はいはい、レベル29のバロックスで一撃でギリギリ倒せた。オッケー、はい、倒せました。これで終わりか。お、レベル31、
いいね。アクレタモス、レベル8。いいね。遊戯、呪い封じの杭で、こいつに留めよう。二度と悪さはできないように呪いもろとも、こいつを封じ込めてしまうんだ。遊戯は呪い封じの杭を使った。お、ギャー、ダブラさん状態に。お、おのれ、口惜しいぞ。だが、すでに遅いわ、クク。もう肩の噴火は誰にも止められない。せいぜい逃げ回るが行く、はは、ぐ、ちょっと待って、まあいいや。カーストブドラゴンを封じ込めた、ベビーにかけられた呪いが解ける。まあね。お、お、カーストブドラゴンはね、竜騎士ガイアとして生まれ変わってもらいましょう。おー、いいね、いいね。あ、時の魔術師のなんか効果っぽいぞ。いいね、いいね。ああ、かっこいい。シルエットでかっこいい。ああ、かっこいい。ベビーはついに元の姿に戻った。肩の噴火が始まる。遊戯、俺に捕まれ。誰も死なせない。村をみんな守るんだ。かっこいいね。惚れるね。ちょっと待って。何これ。はいはいはい。うわわわわ、ちょっと待って。これはこれは、あー、やばいやばい。ディープインパクトだ。村を捨てて逃げるしか、あれは遅いよ。今から逃げるってさ。おド、ドラゴン？伝説のドラゴンか？本当だ、伝説のドラゴンが来てくれたんだ。ああ、やばいやばい、来た来た。ちょっと待て待て。これはどうするんだ？すー、ぶほー。うわあ、やべえ。かっこいい。そういうやり方だったんだ。そして逆流していくと。おーえーって剥がれた。マグマのゲロが。口に向かって再び戻されていく。いや、そういう戻し方あんのかな。なんか横にこうね反らすみたいなのは考えられるけどさ。はい。おはいはいはい。こうしてベビーと冒険者の活躍によってカドンの噴火は食い止められたわ。村は救われ、村人は歓喜の声を上げて喜び、村を救った英雄を大いに耐え、その名を叫び続けた伝説の千年ドラゴンよ。ありがとうってね。そして冒険者はそっと村を後にし、再び当てもない旅路へと戻っていった。すいません、噛んじゃって。はい。え、千年ドラゴン？いえ、ベビーはどうしたかって？それは、え、どうなったんだろう、本当に。あれ？サンキュー、恩に切るよ、遊戯、お前がいなかったら元の姿に戻れなかったぜ。でも、千年ドラゴンになれたのはよかったけど、エネルギーの使いすぎでビビーの姿に戻っちゃう。え、そういうこと？まあいいや、村を助けることができたんだからな。遊戯はもう旅立つのか？お前とのためなかなか面白かったぜ。なあ、俺も遊戯の冒険連れてってくれないか？連れてってきましょう、これは。うん。よっしゃ、今度は俺が遊戯を助けてる番だぜ。こうして今度は冒険者は次なる、冒険の地へ足を踏み出し、ゴルゴン山脈の険しい山を後にしたのだった。小さくも頼もしい新たな仲間と共に。オッケー、ビビードラゴンもらっちゃった。やったね。やったね。はい、負けたわ、ユーギ。やっぱりさすがね。アンズちゃんは返してあげる。ユーギ、もう遅かったじゃない。アンズ、心配したぜ。それにしても心を人形に封じ込めるなんて、カイバのやつどんなトリックを使ったのかしら。わからない。だがカイバの元にはまだジーさんが捕まっているんだ。俺は必ずカイバを倒すで、そしてみんなの心を取り戻す。そうね、でも気をつけた方がいいわ。あなたは千年パズルを狙う闇の資格がこの大会に紛れ込んでいるらしいわよ。闇の資格？一体。遊戯、私にも何かを手伝わせて。アンズニングが使えるようになりました。やったね。はい、油断できない。よし、オッケー。4回クリアか。次5回。いやー、5回です。きたー。はい、というわけで今回はね、ダークマスターに、勝つことができました。うん、
早速ね、ここ10回くらい引いときますか。はい。ケンタウス、レベル19。すっげえ強い。おぉ、レベル23。うほぉ。おぉ、ザックザック、宝石だ。ちょっと待って、すごい強いぞ。バロックス、レベル18。マウンティラ、レベル21。すごい、すごい。タイガースクス、レベル19。いやいや、すごいね。おぉ。はい、あと1回ぐらい引くか。ラスト1回。お、進化カプセル。よし。切りのいいところでやめましょう。はい、というわけでね、本当に今回の話、ストーリー、本当に良かったですね。はい、というわけで、今回も最後までね、本当に長い動画になりましたが、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。次はね、6回に挑戦、その前にレベル上げですね。はい、そうしたいと思います。それでは、失礼いたします。バイバイ。ありがとうございました。